はい、皆さんこんにちは。 Excel プロの幼いです。本日はショートカットの応用ね、ショートカットのマニアックなところをやっていきましょう。まあ、というのもですね、もうすでに YouTube あるいはですね現場のショートカットでご紹介しましたショートカット、これだけではね Excel プロを学ぶ皆さんにとっては物足りないかなと思いましたので、プラス30個ですねご用意いたしました。本日はこの30個、ね、どんなシーンで使っていくのかを一緒に一つずつ見ていきましょう。どうぞよろしくお願いします。はい、ではこちらのワークシートをご覧ください。本日はですね新しく30個ほどショートカットをご用意しました。例によって上から順番にやっていきましょう。まず1つ目、 Windows マークプラス F9、 関数の引数を見るなんていうねショートカット、中身を見ることができるんですね。これとセットで押さえていただきたいのがこの2つ目の Ctrl プラス Z ですね。関数の引数をセル参照に戻すことができますよと。まあ、これどういうことか早速一緒に見ていきましょう。そのために適当にですね今回ここにデータ値張りで一応コピーしておきましょう。でここでVLOOKUP 関数ですね。VLOOKUP 関数を例にやっていきます。VLOOKUP と打って、例えばこの文字列、ね、検索値としてはこの文字列をこの範囲、C 列と D 列の範囲から見つけてきて、で、見つかったならば2列目、要はショートカットの内容を教えてというわけで、完全一致で一旦打ってみます。そうするとね、Shift プラス F11 はシートを挿入するためのショートカットだということが分かったわけですね。要はここを返してきてくれてるというわけですね。で、今やりたいのは、ここの引数の中身を見るなんてということをやっていきます。これね、引数下のやつクリックすると選択してくれるわけですが、例えば検索値中身見たいと思ったら Windows マークと F9 を同時に押します。そうするとねこんな感じで文字列、ダブルクォーテーションに囲まれた文字列が Shift プラス F11 というものが選択されてるんだなというのが関数の引数の中で見ることができるわけですね。今もちろん上の方に書かれているものなんで、まあ、字名でわかりますが、まあ、セルがね離れていたりするケースでは関数の中で見ることができるのは非常に便利になってきます。ぜひ覚えておいてください。でこの状態で元に戻したいと思ったら、コントロールプラス Z を押します。ね、F4 に戻りましたね。もう一回いきますよ。Windows Mac F9 でこちら。で、コントロール Z で戻すというわけです。で、これなんでコントロール Z じゃないとダメなのかっていうところをちょっとご説明しますと、これですね、この機能をよく使うのは関数を打ってる時なんですね。要は先ほどこういうふうな形でセル参照していきましたが、あ、この時に、あれ第一引数検索して何含まれてんだっけと思って見たい時、Windows Mac F9 を押すんですね。この時にコントロールプラス Z ではなく、エスケープキー、一番左上の方にあるねキーですね、 ESC と書かれたところを押しちゃうと、はい、関数まるっと消えちゃうんですね打ってるのが。なので必ず関数を打ってる最中にも対応できるような戻り方、つまり2つ目のこちらですね、コントロールプラス Z の戻り方を押さえておく、これが重要になってきます。はい、では続いてですね3番目いきましょうか。コントロールプラスバックスペースでアクティブセルに戻るなんていうショートカットをやっていきましょう。まあ、これどういうことかですね、例えば、まあ、VLOOKUP でいきましょうか。同じ例でいきますね。こちらの文字列を今ここからここまでの範囲の中で探してきてねなんてなった時に、